かもしれないと思うんだけど、何やってるの？外が騒がしいぞ。そうですね、ちょっと先ほどから何かね、やったらとちょっと、せっかくのニュースなんですが、ニュースの途中で失礼いたします。せっかく非常に興味深いお話をねお伺いしている中なんですが、現在ですね、スタジオの外が大変騒がしいんですが、音声が聞き取りづらくなってしまって恐縮です。番組をご視聴の皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、今どういう状況なのかちょっと確認できる限りご説明させていただきます。先ほどからですね、スタジオの前において東京都知事選に出馬中の桜井真候補が演説を行っております。今もう演説ではなくてなんか暴言を吐いてますね。そうですね、ご観覧の皆様になんかだいぶ怒鳴り散らされているような状態なんですが、これまで当番組の方針といたしましては、桜井真候補の話題を取り上げることは、ありませんでした。このまま続けていいですか？その理由といたしまして、根拠といたしましてはですね、桜井氏が過去に発言されている内容にですね、明らかな問題があると考えているからです。まずはこちらの VTR を、ね、はい、ちょっと手元で確認できる VTR をご覧いただきたいと思います。どうぞ。にしろといったですね、ご覧いただいた VTR 以外にも、これまで数々の、これこそまさにヘイトスピーチと申し上げて間違いないと思われる発言を繰り返されてますが、その一部をご覧いただきましょう。はい、はい、どうぞ。ちょっとアップになりますか。2008年、12年前ですね、朝鮮大学校の校門前で朝鮮人を日本から叩き出せ、朝鮮人を殺しに来ました。この時は法務省が人権侵害と認定しているそうです。完全にアウトですね。ヘイトですね。それから2009年ですが、京都朝鮮第一初級学校にて、ろくでなしの朝鮮学校を日本から叩き出せ、なめとったらあかんぞ、叩き出せ、日本から出ていけ、何が子供じゃ、こんなもんお前スパイの子供やないか、ちょっと口に出すのはばかられる、読んで読むのがはばかられる表現ですね。情けないですね、同じ日本人としてね、こういう差別発言を平気でする、ね。そして2013年の新大久保で、新大久保のゴキブリの皆さん、こんにちは。ちょっと口に出して読むのがはばかられるような、こちらは全日本社会の害虫を駆除しよう清掃委員会のデモ隊です。視聴者の皆様ご覧いただいた通りです、読むのもはばかられるようなひどい内容です。これはちょっと口に出してね、発音するのもどうかと思われますので、続いてまいりましょうか。まだあるんですね。2013年の川崎での発言とありますが、殺人強盗放火とやり放題、多くの日本人が在日の犯罪で命を失っている、だから出ていけと言っている、自分の国を守ることは決して差別ではない。いや差別ですよこれは、これは完全差別ですね。さらに2016年ですね、4年前の JR 巣鴨駅前だそうですけれども、日本で生活保護をもらわなければ今日にも明日にも死んでしまうという在日がいるならば遠慮なく死になさい、遠慮なく日本から出ていけと言っているんですよ。まだありますか、まだありますか。これ去年ですか、去年まだこのこと言ってた。2019年の3月、小田急の相模大野駅前だそうですが、ここにいるのは北朝鮮の工作員、異常者、テロリストだ、彼らはいつか爆弾を爆発させる。なるほど。桜井さんと数ヶ月前に僕会ってるんですよ。対談しまして、それウィルに載ってますけどね、それでそれも映像になっていて、だいぶ編集しましたけど、一応 YouTube で見ることができます。検索すれば見ることができますが、まずそういう過激な発言、その時には入ってないんですけどね。健斗さんが相手だから猫かぶってたんじゃないですか、かもしれませんね。でこうやって選挙期間中で自分が訴えられない安全な時に、こういうアンティファみたいな暴言を吐いて人を挑発すると、
いうことですね、まあ、いつでもあの道場に来たら俺はあのガチでスパーで相手してやるんで、はいはい、いつでも来てもらいたいんですけど、はい、あの僕ね、なんで桜井さんを虎ノ門ニュースに出さないのかって言われたことあるんですよ、はい、うん、いやそれはですから番組の方針だと、うん、逃げましたけど、まあ、こんなこと言ってるやつ出すわけないですよね、出すわけないですよ、もうこんな、そんな番組じゃないもん、とか先ほどの、ね、動画を見る限りではね、うん、これ今ここにいるんだから、これ放送見てるでしょうから、この件まず土下座して謝罪して、お願いですから虎ノ門ニュース出してくださいって頼まなきゃいけないんじゃないですか。そうですね、偉そうなことね、本来ならまず今この場で桜井さん土下座して、あの、うん、これまでこういう差別発言してすいませんでしたと、はい、私は心を入れ替えて日本人のために頑張ってるんですと、ね、もうちょっと言い過ぎました、すいませんって桜井さん土下座するんだったら話してもいいけど、はいはいはい、こんな差別主義者と交渉の余地ないですよ、はっきり言って、はい、ヘイトじゃんこんな、はい、最悪ですよ、はい、改めまして、DH テレビといたしましては、こうしたヘイトスピーチを繰り返される桜井誠氏を、番組として取り上げることも関わることも今後一切ございません、うん、改めてそしてですね、重ねてになりますがご観覧の皆様にもお願いでございます、うんうん、はい、選挙期間中のため、揉み合いになるなどのトラブルがもし発生しますと、うんうん、ご観覧の皆様方が、ご迷惑を、被るだけでなく、うん、ひょっとしてですが、あくまで可能性としてですが、選挙妨害などといったね、主張がなされる可能性、うん、可能性もございまして、ね、はいはい、その場合は皆様が罪に問われて巻き込まれる可能性もございますので、うん、何らかの、ね、挑発行動、まあ、先ほどもうそういうの見えましたけども、はい、考えられますが、ご観覧の皆様におかれましては、うん、関わり合いになられないよう、固くお願い申し上げます、うん、当事者に、触れることはもちろん、やじなども、ね、お控えいただきますよう、はい、重ねて、はい、お願いを申し上げます、はいはい、ご観覧の皆様にはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます、はいはい、回転しないでください、はい、はい、ではちょっとここでね、はい、一旦、一息入れさせてください、恐縮ですが、はい、DH テレビからのお知らせです、はい、お知らせとは新しい朝が来た、昔は面倒だった、でも今は体を鍛えてる、人生100年に必要なのは運動と栄養、私を支えているのは健康酵母、タンパク質に HMB を配合、自分の健康は自分で作る、それ健康酵母。健康